はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、また暑いのでちょっと簡単にパパッとできるアレンジをちょっとやってみたんですけど、もうコテもストレートアイロンも使わずに本当に、バームとあとゴムだけで作るアレンジをちょっとやってみました。すいません。もう本当にシンプルに、ほぐしもあんまり使ってないです、正直。ほぐしでも使わずにここまでのこうボリューム感が出るようなアレンジになってて、でゴムを基本的に2本でまとめてます。その方が強度も強いので、髪の毛の多い方でも簡単にできるアレンジになってます。ありがとう。こんな感じでやってるので、アレンジパパッとやりたい方、よかったらこの方法でこの夏ちょっとやってみてください。それでは動画をスタート。はい、じゃあまずリレイのバームからつけていきます。髪の毛がまとまるように、とにかく毛先の部分がパサつきがないぐらいまでしっかりとつけてください。次に顔周りの髪の毛を下ろしていきます。だいたい前髪とサイドの間を埋めるように遅れ毛を下ろしてあげるとバランスが綺麗です。表面の髪の毛を取り分けていきます。だいたい耳のラインから上の部分の髪の毛を取り分けます。で、後ろでまとめた髪の毛を少しだけねじってゴムで結ぶんですけど、ちょっとこう軽くお団子っぽくこの形ですねにしてゴムで結んでいきます。次にちょっとほぐしてはいくんですけど、そのほぐし方って、従来だったらここでボリュームを出していくんですけど、この毛先の部分を引っ張ってほぐしているように見せていきます。ここの折り曲げたところの毛先を引っ張るんではなくて、根元の部分ですね、こっち側の部分を毛束を少しこう引っ張って、で引っ張るとここの表面の部分がルーズに伸びてきます。引っ張ることによってこっちがグッと引っ張られて、違うところがこうボリュームが出てくるようになるので、中のこの下の部分ですねを引っ張りながら形を整えていきます。これが引っ張った感じなんですけど、このここの部分ですねを引っ張ると結構こうなんていうんですかね、へこんだり膨らんだりとかしてこうデコボコにルーズにこう動きが出てきたりします。で次に下の襟足の下ろしてる髪の毛ですねを少しこうねじりながらゴムの部分に巻きつけていきます。で巻きつけたところに今回はスプリングゴムですねをここの上に留めていきます。崩れないようになるべくきつく留めるようにしてください。あとはこの辺のちょっとお団子になった部分を少し広げて、全体的な形を整えていきます。そんなになんかグッと広げなくても可愛いかなと思うので、ちょっとこう横に広げるような感じにしてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。2つに分けてゴムで結んでまとめるだけのアレンジになってます。巻かないでできるので、よかったら参考にしてみてください。